第一生命と県が昨年度から共同で開催している地元サラリーマン川柳。今回は前回より50多い688の作品が県の内外から寄せられました。今日県庁で行われた表彰式では、いわき副知事と第一生命の岡本浩志高知支店長から入選者に賞状と副賞が手渡されました。今回の募集テーマは前回に引き続き高知県自慢。審査の主なポイントは高知県をイメージできるかどうかです。人情と叩きは熱い高知流。大賞の高知県知事賞を受賞したこちらの作品は、高知県民の人柄と分厚く切られたカツオのたたきの特徴をうまく捉えています。やっぱり人の情っていうのはね、ずっとこう大事にしていって、こういうしんどいこの世の中をこう、まあ、乗り切れる一つの大事なところになるんじゃないかなって思います。そしてもう一つ審査の重要なポイントは、今の時代を反映しているか。消毒じゃ言うておんちゃん酒を飲み。今回はコロナ禍で一変した生活を表現した作品が目立つ中、同じく大賞の第一生命賞を受賞したこちらの作品は、新しい生活様式とお酒好きの県民性が見事に表現されています。さらに2年連続の受賞者も。江南市に住む内山真知子さんは、よさこいが結んだ縁で高知県という句で、2年も連続して受賞すると思ってなかったので、とてもびっくりしました。もう移住してまでよさこいを踊りたい方がいるんだっていうのをとても驚いて、なんかそのニュースを見た記憶があったんですね。よさこいのことで読んでみようかなと思ったのがきっかけです。高知県への愛があふれる地元サラリーマン川柳。今回入選した句は県のホームページで見ることができます。